ます。ちょっと寒い。まずヨーグルト。ダナンのサンダルもありがとうございます。でこれなんかクロワッサンに卵とハム挟んでるやつを食べます。いただきます。うんうんうん、ありがとうございます。仕事行ってらっしゃいます。マジで美味しい。クロワッサンでかい。確かに。おはようございます。なんか昨日あやぴょんが出てくれて3位まで行けたんですけど、ちょっとみんなが配信できない時間に巻き返されちゃったので、ちょっともう一回上がるように頑張ります。やばい、めっちゃ鼻詰まって、なんか花粉症が この辺がやばい。おはようございます。やばい、なんかやばい。マイカさんハートありがとうございます。やばい、この辺がなんか小ニタンさん星ありがとうございます。ジベカイって薬もらったんですけど、飲むの一回忘れたらもう終わり。飲むの忘れたらもうその日なんか生活できひん。鼻取り替えたくなる、ほんまに。赤ねんちゃん誰もありがとうございます。なんか洗濯機回したくなる、目とか。
辺の代わりに雪が降ってます。マジ雪降ってんの。最近気温がなんか暖かくなったと思ったらまた寒くなってみたいな。気温差がやばすぎて服むずい。ハッキーさんバラありがとうございます。洗濯回したらずっとボリになりそう。え、でも一回思うくらい洗濯機回したいってめっちゃ思う。今日の目標はなんかやっぱ8時以降に。フレッシュカレーさん星ありがとうございます。8時以降にあの巻き返されるんですよ。3位に上がっても8時以降にその他の子が配信したらみんなはできないから巻き返されちゃうので、あの巻き返せないぐらいの差をつけれたら嬉しいなって思ってます。毎回ね朝になったら5位に下がってるので、振り返って歩いては思うけど洗濯機は超えられた。え、どうせ洗うんやったら洗濯機ややろう絶対。ポニタンさんお茶ありがとうございます。ヨーグルト食べようかな。このお皿が可愛いんですよ。アンキパン。うん。泉ちゃんハートありがとうございます。ヨーグルト食べようかな。なんかブルーベリーなんですけど、いいのはイチゴのヨーグルトが好きなんですけど食べてみます。いただきます。あ、美味しい。普通になんか色的にどうかなとか思ったけど美味しい。泉ちゃんチューリップありがとうございます。皆さんは朝ごはん食べましたか？あの何食べました？ヨーグルト花粉にいいらしいから聞いてるかなって。え、そうなんや。めっちゃ鼻声じゃない今。なんかめっちゃ鼻詰まってる今。つらかわいすぎてさん、ペンライトありがとうございます。かけやばい、またくしゃみ出そう。チョコバルモンさんハートありがとうございます。 NMB のハート。ブルーベリーは目にいい。今食べてる、何食べてますか？アタック系さん星ありがとうございます。ジオンさん、え、
はブルーベリー食べたら目良くなるってこと。ひなぴだるまとハートありがとうございます。トヨさんとだらトヨタンさんもだるまありがとうございます。カボさんハートありがとうございます。あ、いっぱいありがとうございます。トヨタさんとカボさん NMB バージョンのダルバとハートありがとうございます。え、4位になった？4位なりました。え、でも4位って書いてあるなってる。ありがとうございます。嬉しい。今日中にね3位を目指します。あのやっぱさ配信できる時間帯があれやから、で事故に巻き返されちゃうので。うん、シムさんハートありがとうございます。さっちゃんさん花びらありがとうございます。これや。あべべさん星ありがとうございます。え、サム今日タッチャーさんハートありがとうございます。あめさんだるまありがとうございます。やばい、もう鼻がほんまにやばい、なんかもうやばい、鼻やばい、なんかもう洗いたい。めちゃめちゃナナナさん鼻、お鼻ありがとうございます。ゆうこさんタコありがとうございます。今日寒いと思ってたけどやっぱり寒いよね。え、寒い、なんかあのめちゃめちゃ寒いとは思わんけど地味に肌寒いし、花粉やばい。もうここまで花粉症で苦しんでる人初めて見た。マジ？いや、もう重度の花粉症なんで。たっちゃんさんだるまありがとうございます。マジでやばい、やばいですよ今、鼻がもう終わってます。あべべさんハートありがとうございます。髪の毛ボッサボサやな。え、もうやばい、終わってるほんまに。皆さん花粉症ある方ですか？ゆっとり先生さんハートいっぱいありがとうございます。前は秋が辛いです。え、みんなな、春もなあれやねんけどな。ちょっと待ってな。まゆかさんハートありがとうございます。ナナナさんだるまありがとうございます。春もやばいけど、なんか夏の最初の方、6月とか5月とかそのぐらいがいっちゃんやばい。あるけど杉ヒノキはマシマシな方。へえ、え、全然やばい、もうなんかやばい。フルシーズン、え、一緒です。ヒノもずっと花粉症、花粉症この時期だったらさ、何も鼻と目がやばすぎて何も集中できへんくなるからめっちゃ嫌。みんな好きな季節春とか多いじゃないですか。共感できないですね私は。ナナナさんハートありがとうございます。なんか春の気温は好きやけど、春は花粉がついてるから好きじゃないんです。夏が好き。でも夏の最初の方花粉やばいけど、
夏はそれ以上に楽しいから夏が好きです。もうね、なんかね、なんやろ、なんて言ったらいいんやろ。花粉症になる前が春は好きやった。そう、秋がいっちゃ好き。秋ね、少し肌寒い頃の秋が好き。へえ、秋多いな。みんな夏しか勝たんやから。夏が好きで、あの春と冬が苦手です。冬はシンプルに寒い。なんか好きやけど、冬もなんかあの感じ、雰囲気とかは好きやけど、シンプルに寒いんで。なんか夏ってさ、イベントごとめっちゃいっぱいあるからさ、楽しい。夏休み長いし。マジで春休み一瞬で終わりません？2週間くらいしかないよな、多分。もう一週で終わる春休みとか。でもクラス替え楽しみやな。友達と同じクラスになれるかどうか。でも3年は修学旅行があるから、同じクラスじゃないと困ります。修学旅行は楽しく行きたいので、同じクラスで会ってほしいですね。あの7時10分にこの配信終わるんですけど、7時5分になったらランキングを読み始めて、で1位の方の絵を描こうと思います。あのの季節の話に戻るんですけど、秋は気温は高いけど、秋って長期休みがないじゃないですか。短いから、その秋の期間っていうのが短いから、長期休みがないのがちょっと嫌ですね。嫌っていうほどじゃないけど、あってほしい。夏休み、春休み、冬休みやったら秋もあってほしいって思うけど、運動会とかあの文化祭とかあるんで楽しいんで。運動会は小学校の頃の小6の運動会が一番思い出に残ってて、コロナで組み体ができひんから、なんか旗でなんかフラッグみたいなやってて楽しかったです。楽しかった。なんかめっちゃ感動的な、6年やからさ、めっちゃメインみたいな感じでなるからさ、こう感動的な。最後ね、こう1組と2組なんですけど、こう走っていって、え、か全員とハイタッチしてはけていくみたいな、絵もいいですね。めちゃ楽しかった。なんかたまに小学校のアルバムとか見返したら楽しかったなーって思います。修学旅行なかった分、遠足2回行ったんですけど、それもすごい写真いっぱい残ってて楽しかったなーって思いますね。中学校も楽しいですけど、中学は1年のクラスが大好きなんですけど、1年の時に遠足に、まあ、行ったんですけど、めっちゃ近場だったんで、ちょっと3年後の修学旅行は自分が好きになれるクラスになりたいですね。ということでランキングを読みます。13位カズさん、ありがとうございます。12位ヨッシーさん、ありがとうございます。11位マサシさん、ありがとうございます。10位アタックケイさん、ありがとうございます。9位マユカさん、ありがとうございます。8位シムさん、ありがとうございます。あ、イルカおった。13位からもう一回読み直します。13位ナオテさん、ありがとうございます。12位サギノミキさん、ありがとうございます。11位タッチャーさん、ありがとうございます。10位トヨタさん、ありがとうございます。
9位鳥親父さんありがとうございます。8位みきお先生さんありがとうございます。7位シムさんありがとうございます。6位チョコナさんありがとうございます。5位カボさんありがとうございます。4位アベベさんありがとうございます。3位焼き鳥先生さんありがとうございます。2位泉ちゃんありがとうございます。そして第1位コニターさんありがとうございます。あ、キャパさん星ありがとうございます。タッチャーさんハートありがとうございます。カツオさん星ありがとうございます。ツーヨーさんハートありがとうございます。タッチャーさんタコありがとうございます。タッチャーさんだるま、ナナナさんもだるまありがとうございます。タッチャーさん花びらありがとうございます。若者さんも花びらありがとうございます。シムさんもハートありがとうございます。ナーテさんもだるまありがとうございます。3週間ルーありがとう。ミヒはナチっぽいで、え、やっぱさ話してる時コメント流れてなかったな、重いからかな。ということで1位の方のアバターを描いていきます。え、かわいい。今日はコラボ配信が一つあって、さつき愛花さん B2 キャプテンのさつき愛花さんがちょっと来てくださるので、皆さんそれも見に来てくれたら、お時間あれば嬉しいなと思います。これはうまいよ、やっぱいいな。昨日も言ったんですけど、生きてるものは苦手なんですけど、生きてないものは得意。履けそうなアバターに変えました。やった、いきます。じゃーん、なんか透けてんな、透けてんのは気にしないでください。腰、じゃーん、イエーイ。え、割とうまいやろ、かわいい。ありがとうございました、コニタンさん。はい、皆さん朝早くから配信見に来てくださってありがとうございました。私は今日中に巻き返され、8時以降に巻き返されないぐらいの3位を取りたいなって思ってますね。なんですけど、ちょっと皆さんちょっと頑張りますので、見に、次の枠は9時45分からかな、違う、8時45分からですね。なのでぜひ遊びに来てくれたら嬉しいでございます。はい、ありがとうございました、朝早くからありがとうございました。